안녕하세요. 아, 저는 외식으로 해결하고 합니다. 아, 이마카르나 호라게무 야르 やる감사합니다。あ、マジソン、皆さんどうもこんばんは。昨日ですね、DVD やってたんですけど、いつも遊んでる方から、マジソンが非常におすすめだということで、せっかくの土曜日、ちょっとホラーゲームやろうと、そして顔出しやろうかなと思いまして、もうずっと今日一日ずっとリフトアップしてました。嘘です。はい、ということで、カオニーさん800スーパーチャックございます。それでは今からよろしくお願いいたします。ストーリーニューゲーム、ノーマルでいいよね。ちょっとノーマルじゃなくて、そしてちょっとイヤホン今変えてますから、エーペックス用と僕ホラーゲームで分けてるんですよ、あのイヤホン。こっちはもうホラー用っすね。はい。Yes, let's go. That game? 待って、これさ、日本語版ないの？待って。これ英語？全部英語？日本語にできますよ。あ、ナビありがとうございます。オプションかな。あった。日本語、あ、OK です、OK です。はい、できました。字幕はオンでいいか。そのままでいいか。さあ、行きましょう。新しいゲーム。ノーマル。データなし。ゲームを開始しますか。確認。もう早速面白そうですね。まあ俺もう久しぶりだからね、ホラー、ガチホラーは。まあチラザートさんのちょっとツッコミが多いけどさ、ちょっと顔出し大きめにしたんですけど大丈夫ですか。顔出しもうちょい小さくします。ブラッディオスゲームズ会社か。おっ、Oh my god、Oh my god, my head. Oh god. Oh. Hello? Hey. Hello? Dad? Answer me, Dad. 答えてください。Just answer me, Dad! 答えてください。Dad, please. あ、お父さんか。Talk to me. I don't understand what's going on. 私は何が起こったか理解できません。What the hell were you thinking? いやいや、何も。Crossed your mind? 何も考えてないけど。What the fuck is happening to you? え、どういうことこれ。私はこれから何をすればいいですか。私は何をすればいいですか。なんか怖いんだけど。あ、これか。これを。あ、こうする。お、なんだ、タブ、サンボックス、検査、いい、インタークト、うわっ、no, no. わ This can't be happening. おててじゃん。 God. おててだよ。ちょっとおてては無理だな。おてて NG っすね。あ、開けないと、ちゃんと開けないといけないんだこれ。うわぁ、マウスめっちゃ動かすなぁ。これ使用すんの？なんで？使用しなくない？え、なんで？なんか開けるもんある？大丈夫そう？あ、上行けるか、これ。
まだ操作方法に慣れてない。I have to find the handle. 私はハンドルを見つける必要がある。あ、なんかある。読む。スペース。送信者、いとこのロミオです。626マクラモア通り。よくわからん。なんもなくない？ I have to find the handle. 私はハンドルを見つける場合。暗くね？暗くね？暗いって。真っ暗だし。え、これ開けらんないの？これ開けられるよね？ノー？パールのようなものって言われてもな。これ読めないか。分からん。ライトもないしね。ノー。暗すぎて分からん。え、どうしたらいいの？I have to find the handle. コントロール、これキーマウじゃない方がいいのかな。いやでもキーマウでいくか今回は。泣いてんだよな親父、ずっとずっと泣いてんだよな。板も壊さないのか。名物の質味名物の初手摘み言うな俺いつも一番最初詰まるんだよね。30分ぐらい詰まるよね毎回。ほんと名物になっちゃってんだよな。あ、これ消したから暗かったんか。だわ、毎回そうなんだよ。缶の中身なんだって。見せたじゃん、見せたよほら。あ、なになにこれ。うわわわ、ダッド、ストップ。 You're not making any sense. え、足だった今。俺両手じゃないの。え、両手だった。あ、これ足だ、足だ。これこれいけないのマジで。なんかこう手でこうやってやんないの。どうしよう。2枚組なんだよねさっきの写真。テレビと回転。あ、あ、回転するよ。ほら、あ、これでちょっとあれじゃない？な、照明の位置を変えるんじゃない？ほらほらほら、でも回転だけだよ回転意味ある。あ、これでこれ、 I have to find the handle. No. なんも映んないよ。そんなことない。怒らんかな映すの。テレビが照明代わりですね。
あ、なんかある。見たい見たい。なんだこれ。なんだこれ。検査。検査検査。あ、これじゃないハンドル。これハンドルだよ。で、これをここに使っていく。はい、カットしていく。はい、ナイス。はい、いいよ。はい、カットしていくわ。お、出てきた。マーハンが、マーハン出てきたよ。そして照明をこっちに移す。完璧。オッケー。いや、丁寧に抜いていくね。これでいけんのかな。くっしょ。 You are not my son. No, I am son. No, I am son. What an idiot I was. Do you understand? Just a moment, okay? Come on. Maybe I can get out through Grandpa's house. No! No, 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 no! I gotta get out of here. 私はここから出なければならない。I need to find a way out. I need to find it. Okay, okay, 出口出口。What the fuck? このゲームやばくない？マジでちょっとやばめで。大丈夫そう？なんだろうこれ、写真。最近若い子もなんかこういう写真好きだもんね。撮ってなんかこう散らべて、散らばってこうインスタ。あ、これ、お、これなんだ、なんかはめるんだこれ、コインみたいな。 OKOK、 もう閉まってんだよな。でもおい、ちょっと閉めよう、うるさい。ちょっと閉めるわ。閉めるわ。あ、開いた。お、開いたぜ。お邪魔します。このイヤホンやばいわ、マジでやばいわ。何これ、もう開けろと言わんばかりじゃん。 my birthday present? It's me? 16歳。Wow! Happy birthday to me! Happy birthday to me! Luca! I am Luca! Okay! It must be broken. Yeah, broken. なんで写真なんだこれ。お、うわ、何これ。え、どういうこと、撮影。なんで撮影すんの。おっおっ、ヘイル家の残りの所有物、ついに競売にかけられました。300ドル近く稼いでます。絵だった。撮影する、なんで撮影するの、どうやって撮影するの。あ、これか。ん、どうすんのこれ。あ、出てきた。ちゃんとテレビ見なかったの俺。カメラに夢中だったぞ俺。連続殺人だって。
何の意味があるの？あ、なんかある。Grandpa was just like dad. おじいさんはお父さんと同じだった。書いてある。1968年、アルバート・マクウェル。いや、もうマジでびっくりして、ちょ、音量下げようかな、俺。このイヤホンマジで すごいんですよ。もう行くしかない。閉まってんだけど。閉まって、これか、ここか、ここじゃない。なんにもない。こっち取るか。じゃあ音臨場感あって怖い。藤原さん、ありがとうございます。いつもありがとう。臨場感って怖い。写真撮ったら多分なんか出てくんのかな。こっち撮るか。じゃあ坊主はマジでいい。いや、そう、なんでわかった俺が坊主のイヤホンって。なんもないな。ここ？ここ取ってみる？ない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 。おい、首吊りの。ちょっと。どうしたもん。閉まってん。どうしたらいいの。開く？開く？あ、開いた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 。オッケー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 。うわ、暗いってこれ映し。これ何枚も撮るの。暗いって。え、近づいてきてないこれ時計。怖い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 よ。え、ガチめに怖いよこれ。え、誰もいない。はい、ドア開いた音聞こえたけど。何もねえな。でも開かないんだよね。そうなんですよ。そこなんですよ。でも明るくなってきた。うん、だいぶ慣れてきたぞ。あとは、おっ、あそこになんだか写真がある。なんだろうあれ。撮れば写るかな。写んないね。カメラの使い方がまだいまいち分かっていない。どうしたらいいんだろう。こっちも関係ないよね。鍵閉まってるしな。俺も親父の写真だし、いや、おじいちゃんか。おじいちゃんの写真があって、どっかでドア開いた音したけど、このゲームしゃがみはないもんね。
この丸何なんだろうね。いやでもだいぶ明るくなったからな。なんかヒント見つけたいよね。え、何？こっから撮る一回。一旦。あの上の写真撮りたいよね。手でこうピッて。いやダメだな、撮れねえな。こっちだよな、やっぱな。これじゃないのかな。何なんだろう。鍵めっちゃ厳重なんだよね。不審者対策かな。対人恐怖症。全然わかんない。もうちょいゆっくり探さないとね、こういう時ね。俺いつもガサツだもんね。あれを取るしかないんだよね、多分ね。ほらもう音楽も止まっちゃったよ。いやマジわからん。扉の開く音聞こえたけど全然いけないんですけど、そっちいけないんですけど。ねえ音すごいよね。いや何もねえんだよな。ここの方奥に聞こえんだよね。こっちはもう行かないしな。I won't be able to go back. こっちはもう行かないって。これでもな、これ開けられたっけ？あ、開けられた。あ、お、鍵だ。こっちか？数字。なんもないけどね。数字なんてあった？なくなくなくない？あ、時計かな。あ、なんか書いてある。研究キー。なんて書いてあるのこれ。止めたいなこれ。スタディ。鍵に数字書いてる。嘘。4トラ4だ。4と目だ。4と目。いやわかんない。4桁わかんねえよ。わかればいいんだけど。もうちょいちゃんと見ないとね。なんで同じ写真がこんな飾ってあるんだろう。こんなたくさん飾ってね。こんなたくさん飾ってんの、この家か BTS のファンぐらいだよな。本当に同じ人をずっと同じ飾ってんの。びっくりした。なんだよ、ちょいちょい髪の毛とかもやめて。ここ怪しいなって思ったら写真撮ってください。
いや全部だけどね俺的に全部だけどね いやアーミーと同じ心理現象でしょ。もうジミン押したらもうジミンの写真全部飾ってるし。てかこれ何枚でもいけんのこの携帯、携帯じゃないカメラ大丈夫な、途中で切れたりしないの。ここ怪しいな。とりあえずいろんな角度撮ろうか。地味押し、地味押しじゃねえよ、地味押しじゃねえわ。何枚でもいける。うわすげえ。まあここだよね多分ね、ここが一番。え、わからんち。あ、はい。はい。はい。あ？こん中だな。え？ちょっと出れない。どうしようどうしようどうしよう。え、どここだよねやっぱね。いやどうしよう状態だよ俺今。俺ほんとこういうの進めるの苦手だよね。途中からめちゃめちゃ早いけどさ、もう序盤に関して俺ほんと下手くそだからな。分かるまでがほんと長いんですよね僕。ねしん？あこれけ、あでも数字43082だ。楽しいか。俺もう進めたくて震えてきたもん。え、ないって怪しいの。このお皿並べてるのは意味あんのかな。なんも意味ない。あ、ここじゃない。なんもない、丸い貝がね、取りました。なんすかそれ。そんなないっす。俺かな。今俺が今探してんのは丸い絵画とかじゃなくて4桁の数字だよね。これ取るじゃあ。いや、ちょいちょい音鳴るんだよな。そう、4つの鍵どこに使うんだろうっていう。これ？パカ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 。なんもなしんご。むしろ秀夫さんの最初の考えがあってました。知らないよ俺最初の考えなんだよ。もう忘れたよ。5秒前の石黒なんてもう俺すぐ忘れるから。一人頭の中の消しゴムだから俺。うん、あれ俺誰だっけ。あもうこの前の俺は全然何も分かってないんだけど。
そこです、そこ。これ？もう何回も撮ってるよ、俺。何回も撮ってる。もうなんだよ。何も出てこねえし。もうポルターガイスト怖い。前住んでた家はこういう家だったけどね。東京に上京して2軒目の家はもうバカバカ音なんだよ。本当に絶対嫌だな。本当にまだに根に持ってるわあの家。10年以上前だけどマジで根に持ってる。いや、わかんない。いいよ、その話は。あ、自分から言っといて。ドア、わかんないって、もう。どこよ？は？シェアハウスっていうか、家賃俺だけだな、払ったの。いてもいいけどさ、家賃半分払ってほしいよな。そういう場合腹立つよな。家賃払えば幽霊半分払ってくれたらもう本当感謝感謝だよ。壁に何かかける絵だよね。あの丸い絵画を描けんだよな。丸い絵なんてあった？ないね。なくない。ねえ。ここの家も俺もう何回回ってんのよ。多分持ってる。あ、ほんまや！あったわ。あったわ。いつの間にあった？爪か何かを見つける？爪？なんか引っ掛けるものが欲しいっつる。あ！あ、なんかある。オッケー。拾って。オッケちょ、うるさい、マジ、このゲーム。ちょ、ビビる。いや、マジビビる。なんで割れたの？フラッシュに弱いんかな？あ、でも時計なくなったよ。
ってことは、お、扉できてる。そうして鍵使える。オッケー。よっしゃ。行けるようになってしまうと。進んだ進んだ。What the hell has Dad been doing? お父さん一旦ここに何してたの？ Dad said he was repairing Grandpa's house, but instead he's been investigating this woman. What is going on? What's going on? ここ引き戸か？押し戸？どっち？どっち？引き戸？引き戸？OK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 。俺やっちゃってんね、これね。もう。どういうことだよね。お！なんだ？拾う。これはなんだ？あ、この鍵なんだ。開けていく。拾う。なんだこれ。My notebook? My notebook? So dad's the one who took it away from me. お父さんが私からそれを奪ったの。保存する。I should keep this. 私はこれを維持する必要があります。拾う。It's empty. OK, OK. 進んできたね。驚かせるんじゃないの？おい、グランパパハウス。ウルトラママさん、ありがとうございます。Thank you。いや、どんどん広がってきたよ。Fuck。怖いよ。これなんだ？これあれじゃない？ビデオテープ入れるとこじゃない？これなんかある？まだ。あ、あれだよね、鳴ってたよね、さっき電話。こっちかな。Grandma and Grandpa's room. おばあちゃんとおじいちゃんの部屋。鍵かかってる。うわ、暗っ。何の部屋？洗面台か？何もないよね。It smells awful. The pipes must be clogged. ブルーブルブル？青い膝？ What？ Chains？ チン？ Maybe I can break them with something。なんかでその鎖を壊すことができるかもしれない。ノート読む。組み合わせ右8左。組み合わせ右8左。こっちも開くな。ちょっと覚えとこう。組み合わせ右8左。なんかだいぶ広くなったな、急に。I gotta find a way to open this door if I want to get out of this house. これ家から出れんの？これなんか献上するのかな。ん？これブレーカーやない？あかんね。あかんね。あかんねっす。なんで上がんないですかね。
おい、これ2択だからいけるぞ俺。いけたぞ。はい、着いた。何のヒントもなしにやっちゃった。あ、これははめるやつですね。最初のこれいけんの？え、嘘。こんな隙間行って大丈夫そう？え、すごい近く来ちゃった。大丈夫？あ、でも開いてないわ。うん、戻ろ。私通れない、物理的に。いや、これは通れない人多いんじゃないかな。ガリガリじゃないと無理だよね。俺も無理だと思う。ナオヤも無理だね。いっちゃんぐらいだね。こっち行けるね。いや、こっちから来たね。あ、これカセットテープでしょ。よいしょ。聞いてみよう。From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to you, 悪魔が人間にくっつくと一種の寄生虫になる。It becomes a parasite of sorts.それは彼らの魂の最後の部分を飲み込むまで宿主から餌を与える。ほとんどの前、悪魔の必要な目的は生きている人間に戻ることだ。もしあなたがその決まりを断り切ろうとするなら、まあ簡単なことではないようです。私は様々な儀式と手続きで長々と話した。But by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you read some of that object later, なんか Google の翻訳みたい。あなたが後でその物体を取り除いたとしてももう遅いのだ。And already walks among us. 脅威の最初の段階で、憑依した人間は友達や家族から撤退する傾向がある。攻撃的なり暴力的でもある。お父さん、それに取りつかれたんだ。宿主と実体の間の霊的闘争の結果だ。二人とも人間の体を支配して競争している。脅威が進行していることを示す症状はめまい、白血、頭痛。後者は主人を何日も意識不明にするほど激しくなってからです。For the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Oh, and before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. ゴキブリ？ My advice. 僕のアドバイスは、虫を避けろ。There's just no way. I can't be possessed. There must be a mistake. あの写真、あの足、あの腕。僕はやってない。Dad thinks it was me, but お父さん、私だと思うけど。No! 血だらけじゃん。わわわわわ。Door? A red door? Door? Wow. What's happening? What's happening?Is this what that man was talking about? Are you okay? It can't be. そんなことが起こるはずがない。ちょっとあれだね、病気だねこの子。
この子病気です。Could it be the basement door? 地下室のドア。間違いなく病気です。100パース。200パー病気です。やってます。この子。薬絶対やってます。オーバードーズしてます。おっ、鍵ゲット。こういうとこもね、ちゃんと調べていかないとね。これ洗剤ゲット。あ、洗剤はいらない。洗剤はいらない。エコヒーキ君はいらないと。あ、絵があるよ。何の絵だろう。It was so nice having both houses connected. For grandpapa. We were able to have breakfast with grandpa every morning. いや、これ左下の目ん玉バケモンじゃないこれ。目の大きさ違いすぎるんだけど、左と右で。ちょいちょい誰かいんのってぐらい音がするよね。あれ、こっち行ったよね、行ったよね。うん、そう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 。電気つけたから。あっ、おい、9時ね。オッケー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 。閉まってる。招き猫。これは何時？12時30分ぐらい。また閉める。あ、ここを見れるようになってる。うん、これは何の鍵なんだろうね。そろそろ戻る的な。これ最初の方戻った方がいいかもね。これ結構見たよね。これなんもないね。こっちはもう見たな。だからここのとこにコインをはめない。はめない。わお、見てみる。ジュピター、マーズ。ああ、なるほどね。ジュピターとマーズだって。懐中時計。ゼンマイの鍵っぽい。ああ、そんな鍵。けな。まこちゃんとれいちゃん。だんだんみんなもちょっと俺っぽくなってきてるね。ウケんだけど。いっちゃんの真似。いっちゃんの真似。あいつ化け物だよな、悪いけど。んで、こっち行ってもな。あ、いや、でも、あそこ、鍵あったか。もう一回行ってみるか。おお、ゴキブリあって。
ここだ、赤いビートラ。ああ。僕の先祖代々は本当に細身の方たちだったんだね。僕は無理かな、このと狭さは。ゴキブリやだよね。言うてでももうないな、手がかりが。つくことはつくけど何もない。9時の時計のヒントは何だろうな。俺も鍵が閉まってる。おおおお、なんだこれ。これ何これ。時計の音が聞こえるんだけど大丈夫そう。この時計を9時にするとか。宝山団子投げよう。ああいうゴキブリホイホイかかったり。あ、待って、これだ。これじゃない。え、これじゃないの。他にあったっけ。いや、え、なえ、あれ、ヒント少なすぎ。写真撮ってた方がいいのかな。これこれさ、お皿の並び、これあれ惑星もしかして。地球、太陽みたいな、そういうこと。これそんな難しい系。これもしかしてワンピース系。いや、わかんねえな。 Do not use。 これはな、鎖だからな。ちょっと取ってみる。え、なんか写真あった。え、え、あ、本当だ、あった。意外撮ってみるもんだな。撮れないんだ。もう気になったところは、ところどころ真っ黒な写真貼り付いてたり落ちたりするんですけど、そこは一応撮っといた方がいいです。じゃあもう積極的にもうパパラッチしていいんだ。石黒騎士とか急にトップ写真家持ってきてる。石力、どうも石力。わかんないか、レスリキーさん。石力です。いや、わかんないな。こういうのも取った方がいいってことでしょ。おお、動いた動いた動いた。来たよ来たよ来たよ。なんでこういうホラーゲームってちょっとやっぱりこういうことになっちゃうんだろうね。あ、ちょっと読む、読んであげるね。マディソン・ヘイル、43歳の連続殺人犯。連続殺人犯のマディソン・ヘイルは、彼女が
彼女の財産の移動の中で彼女の犠牲者をバラバラに見つけたと証言した証拠をラッセルによって射殺されました。マディソンは彼女が死ぬ数時間前に苦しんだ。彼女は胃の中で撃たれたにもかかわらず、殺人犯は数時間生き残ることができました。連続殺人犯が捕まって殺害された最大4人の遺体が関与しているかもしれないが、警察は彼女の地下室で突然変異した身体部分を発見した。ヘイル家の家でバラバラの遺体4人が発見された。どうやら4人が犠牲者だったらしい。魔術や精神疾患の証拠は明らかに人々を殺害し肉殺を伴うかもしれない不吉な儀式を完了しようとしていた。43歳の 女性マディソン・ヘイルの家の中で発見されました。警察点点点記事がちょっか43歳の悪魔崇拝者の女性が魔法の儀式中に家族を殺した。信じようと信じまいと43歳の女性が彼女の一人の写真を撮っているところを発見された。マディソン・ヘイルは犠牲者の遺体を地下室の井戸に投げ捨てた。連続殺人犯は胃に致命的な 重傷を負った。ヘイルの地下室で犠牲者の遺体の恐ろしい写真が発見された。女性は遺体をバラバラにした後写真を撮りました。ラッセル警察官が証言する。マディソンの命を絶った警官は警察から聞いたように死ぬ前に連続殺人犯が懇願したことを証言している。インスタントカメラのために43歳の女性は一度切断された被害者の写真を撮った疑いが持たれている。聖ジュピター大聖堂恐怖の教会、長い事件の恐怖を経て先月計4人を殺害した43歳の連続殺人犯マディソン・ヘイルの魂を与えるため聖ジュピター大聖堂が公開通夜を開くことが確認され、再び大流行している。通夜は公開され自由になるだろう。司祭の言葉によると彼らはマディソンの魂を神の光で照らし天国の門を覗き込むことができるようにしているのだ。ちょっと何言ってるか分かんないですね。英語だとまたちょっと違うんだろうね。ちょっと Google の翻訳臭いよね、マジで。翻訳スタッフは絶対いないよね。いや、わかんでしょ。聞いたけどみんなも、わからんだったでしょ、マジで。いや、多分英語だと多分もうちょい多分詳しく書けてんじゃないかな。完全に Google 翻訳だからね。ニュアンスすらわかんなかったね。俺もなんか伝えてんだけど、うまく伝えようと思ったけど、次の文章がつながってないんだよな、前の文章と。要はなんか43歳の女がぶっ飛んでたよっていうことでしょ。でその腕を切ったりあーだりオーダーしてたんでしょ。でそれで大聖堂でその人叩いてたんでしょ。ぶっ飛んだ大聖堂教会があるってことでしょ。あと言ってるうちにポルターガイストマジやめてほしいな。43歳しかわからんやな。いやーどうしよう、もう詰んでるな。日記の最新ページがだいたい次の行き先になってる。お、そんなんの。I don't remember drawing any of these. Am I going insane?え、これでしょ？これじゃないの？あ、四角や、ほんまや。四角のとこってなんだろうね。地下鉄の赤い扉行くの？あ、開かないけどね。三角だよ。
開かないだろどうせ。ほら開かないよ。嘘つき。嘘つき。嘘つき嫌いです僕は。本当に。この扉の下？下にも。何か落ちた？ん？ ん？ もう何なんだよ。何も落ちないよ。あ、これを撮るのか。うわーい！もう写真あったら写真撮るべきなんだね、これね。そういうことなんだ。もう写真のあればそれを撮って動かすのね。お、おい、石グロードあるって。おいおいおい。What? What is this place? This is impossible. What's wrong with me? うわ、なんかいいのゲットした。シャーベルゲット。ゴキブルいるな。Those symbols. わ。I've seen them before. 4で左に8とかいうメモなかったっけ？これじゃないですか？違います？あ、違う。これ。え、違うか。木星、火星とかじゃないか。ああ、いっぱいあるわ。え、これ木星じゃない？これ。これは？火星。いや、わかんないです。わかんないです、これ。無理です。はい、解散です。あ、後ろもあるわ。Looks like a crime scene. What? ちょっと写真撮る。セーラームーンのマーク。セーラームーン始まるしね。セーラームーン、僕の、あの、お知り合いの高梨さんが音楽やってるんで、よかったら見てください。インスタでは一緒に今半行きましたね。高梨さんが新アニメのセーラームーンやってるんで見てください。俺の番宣じゃないの。人の番宣してる。ここの写真撮ってた。嘘。テテレ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 テテレ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 テちょちょちょわ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 ちょちょわちょわわちょわちょわわ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 わちょわわ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 わ。これ2です。うん、もうわかるよな。2、しずく。土星。オッケー。開いた？オッケー？ What？
置いたよね。お？写真？結構もう写真頼りだねこれね。え、なんだこの六なんとかせ。下行くの？やばいって。これ絶対化け物いるって。うわっ。水気持ち悪い。これキモモンだよ。めっちゃキモモン。お風呂入りたい。これなんすか。ハンダ。This box is extremely rusty. I won't be able to open it easily. 簡単に開けられないと思います。わかりました。なんもないですけど。こっち暗いんだよね。Wasn't there a second ago? What? 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 あ、装備。シーバー。何このシーバー。暗すぎてマジで本当俺の顔ばっか見てるし、みんなやめて、もうみんな俺の顔見ないで。もうちょっと格好つけてよ。ちょっとみんなもう暗いから俺の顔見てたもんから、ちょっと格好つけてよ。やだよ、もう全然わからん。Say cheese。もうこんぐらいじゃない？ここ。なんもないもん。何開けた？シャベルね。そうだよ、シャベルゲットしてたよ。よいしょ、ちょっと前のめりになるか。こんばんは、どうも。ホラーやってます。行けなくなってんだけど。うわっ！あっ！あWe'll be right back.
何も映んないけど。どうしてだいのこれ。怖すぎだろこれ。バカじゃないのこれ。バカだろこれ。だよ。クソビビるわ。バケモンじゃんこれ。これ要は何、シーバーで大きいところ写真撮るんでしょ。これ消えとんだけど。Officer Russell here. June 17th, 1987, 5:27 a.m. I am now entering Madison Hill's basement. Hill? 1987? 1987年だって。I can see there's a sort of well.Center of the room. Looks like it's open. I'm gonna investigate further, see what's on the other side of this. Eh? Ah! 腰痛めたよ今ので。There's a horrendous smell coming from down here. マジでもう。Oh god. I almost can't take it.I can't see a goddamn thing down here. マジでもう。Shit. I think I found the missing individuals. They're all mutilated. Legs, arms, they're just everywhere. I can't see Madison. I don't think she's here.I gotta get out of here. Yeah. What was that? I think I'm not alone. There's definitely someone here. Madison?Is that you? Please! Show yourself! That's an order! Stand back! Put your hands up where I can see them!やばいって。どうしたらいいの、どうしたらいいの、どうしたらいいの、どうしたらいいの。 Don't come any closer! Step back! Whoa, whoa, whoa! I said step back!
このゲーム4000円したんだけど価値あるね。4000分の価値あるな。あ、これまた？またじゃない？これシーバーの大きいところで写真撮る。何今の？このカメラあの女のものだった。Why is this happening to me? I gotta get the hell out of. これ現代アート的な？え、このゲーム怖すぎだろう。これ顔出ししないとずっと真っ暗になっちゃうね、みんなね。これ全部開けんのかな、もしかして。もしかしてそうかも。よいしょ。オッケー、開けた。なんでよ。なんでよ。いや、バーンじゃねえよ。開けたじゃん、俺。いやいやいや、音でごまかすなよ。開けたじゃん。でだよ。でだよ。え？お、虫来てって。ダメなんだよ、虫は。おお、ダメだって、ダメだって。無理だって。お、全部閉まってる。はあ、どうしたらいいの？でだよ。写真落ちてるか撮る？撮ったじゃん。撮ったじゃん。撮った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 。もう出さしてよ。閉所恐怖症になっちゃうよ。G が出てくるとかヒント。あ、なるほど。天才か。おお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 い、ウェルカムバック。いやチュ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 、頭が。My head, my head, head it. Hey. いや、マジうるさい。これマジうるさい、マジうるさい。無理無理無理。ノートパソコン開く。今度は何？屋根裏だこれ。屋根裏行けってこと？
屋根裏ありました、そんなところ。あ、あ、まさかの。おい、子供の頃のロマンですよね、屋根裏部屋は。秘密基地感があるっていう。いいですね、いいですね。 This is huge. エイペックスの詩、いいですね。あそこに敵がいます。お、しよう。ん？あ、まただよ、またこの時計だよ。あるな、あ、写真ある。あ、あ、ここになんか飾る系だ、これ。おお、揺れた揺れた、いいよ。だいたいこう揺れてたらもう進んでる証拠だからね。もう今はもう驚かない、揺れたらもう嬉しいよ俺としては。お、出てきたよ。10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。おっと、ハテナ、これをこっちに飾るのかって写真撮んのこれ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。どうだ、壁に数字書いてるけどバカなのかな。あ、でも合ってるわ、ノートでいいじゃん。あ、おー誰あなた誰、え、56歳、すごい写真だねこれこれやばいね、この写真よくこれ額縁に入れたなよう、こんな額縁に入れようと思ったなこんなもっとマシな写真撮ろうぜ本当に。いや、マジバケモンでしょあれ、額縁入れたやつこれなんだろう。ヤンジさん、あ、揺れた、揺れた、揺れたよ、揺れたよ、揺れたよ、湯浅博士ばりに揺れたよ。13だよ、13 13 10 13 43。それがあなたの今期です。今見てるリスナーさんの今期は10、13、43歳です。逃さないでください。間がいい。間がいいよな。10、13の今期って。江戸時代かな室町時代じゃないと無理でしょ。お写真あるよ。あ、いいね、ボート。ボートいいよ。ん？ちょっとなんか線引いてるよ。バブトラクト？アドレ、サブトラクト？アドトラクト？あ、ここで飾れるじゃん。オッケーです。待って待って、一回ちょっと写真撮るわ。おい、揺れたよ、湯浅博士、湯浅博士38 10 13 38 43。うん、あとここの絵だけだな。あ、これシャーベルか、あ、違うか。
湯浅さん知ってる人少ないだろうね知ってる人少ないだろうな湯浅博士10年前だよねもうそれをひたすら俺かたくなに使い続けるかなんだあれだいぶ古いのいや今の子分かったらやばいって研究者だろ平成の研究者だよあれこれ撮ってたことないはい揺れましたナイス湯浅10、13、38、43、25お!よかったですね今期25歳一番いいねちょっとみんなと遊んだ後の25歳の結婚ベストやなちょうどいいの来たちょうどいいの来た丸の絵画がないもんねでもね足なんかあ本当だよう見てますね俺コメント欄見てるからさいいですねこれどうすんだろうねなんだろうハートりよっか鍵だから扉かなシッ10、13、25、38、43、このマディソンの天気かな数字お使えるわおこの部屋だまさかの開きましたWhat a mess The entrance key should be somewhere. お1973年3月22日彼らは日記をつけることが脳にいいと言いますんじゃあどうなるか見てみよう1972年3月29日今日私たちはセンター近くのガレージセルに行きました私はとてもいいレシピの本を見つけたジョニーは本を持って幸せに帰ってきた彼はそれについて非常に興奮した本当にいい日だった1972年4月1日私は夜中に目が覚めた絶対に部屋の隅に誰かが私を見つめていた1972年4月3日今日私は全ての宝石が部屋に至る所に散らばっているのを見つけ私の結婚指輪は台所の流しの中に入りましたジョリーに私の宝石の中から何を探していたのかと聞いてみましたが彼は誓って触っていなかったと言います1972年4月5日私たちはジョニーをもう一度ベッドに連れて行かなければならなかった。私たちが彼に買った本は彼に悪夢を引き起こすだけです。でもちょっと怖いというのが正直なところ。私たちはジョニーをもう一度ベッドに連れて行かなければならなかった。私たちが彼に買った本は彼に悪夢を引き起こすだけです。でもちょっと怖いというのが正直なところ。いや、日本語マジわからないね。いや、マジで。誰かわかる日本人いる？ここんなリスナーに日本人いますか？ちょっと俺わかんないですね。Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. わかんないですか？家族ですか？悪魔払いした的な？本当？英語を翻訳してもらう。いやのが早いよ。
うちのリスナー英語を読める人いっぱいいるもん。There are meds everywhere. うわ、なんだこれ。She was so sick. なんだこれ。なにこれ。Left eye. ああ、目ん玉だ。が閉まってんだけど。What are these things? これなんだこれ。は？あ、拾っとくか。あ、あ、あ、あ。I'm carrying too much already. マジ？拾えないって荷物いっぱいで。どうしよう。どうしたらいいんだろう。なんかさ、保管庫みたいな？だよね。なお。そうなんだよ。使用したいんだよ。これこれ。太陽メダリオン。メダルははまらないですか？やってみます？ハマった。ハマったよ。でも順番あるよねこれね。水金地下木取ってん。え、でももうここに水星あるぜ。これ水星じゃないの。あ、取っちゃえばいいのか。で、I'm carrying too much already.で、こうだ。うん。水。ウラヌス。こうでいいよね。水。え、え、違う？まあ、いっか。まあ、とりあえず置いとくか。あとコイン1個。うん、あと1枚いるよ。That song. 一番右、今の。あ、開いてるんだけど、ここ。確かに誰かここにいる。電脳性も含まれてないんじゃない？もうそういうこと言えないな。やめな。嫌われるよ。像なくなったけどね。
え、じゃあこれ逆側ってこと？お。え、でも水金地火木。あ、これ逆だな。水金地火木土天海だよ。ここだよ。海明。右からじゃない？あの影はどこに使うんだろうな、三角の。あと1枚前よ。ここがな、なんで開かないんだろう。もう上でもないもんな、絵画もないしな。これか、これなんすかね。フィルムをはめるやつか、そういうことだよね。あとはこの絵画なんだけどな。10、13、25、38、43、いまだに数字覚えてる僕。ふう、石黒くんかっこいい。すごい、役者みたい。俳優やったの？テレビの横のドア行きましたか？あ、あ、行ってないです、行ってないです。開いてんだ、いつの間にか。行ってないです、行ってないです。うわおい、今俺もうビビったって、マジで。記憶力バネ。伊達に半沢直樹の国税局で数字投げてないですから。半沢直樹のシーズン1の1話見てください。僕が数字ずっとバーって言ってますんで。お前なんやねん。この子は何なの？ギャグだって今の。もう分かっちまえば。That fucking statue. おお、本当の話すいな。嘘。私は非常識に行くつもりですか？どういうつもりだよ。どういうつもりだよ。非常識に行くつもりって。石黒ってこと？やめてくれよもう。石黒は一人で十分だよ。おお、なんかいるって。あ、フィルム映せそう。あ、なるほど。なるほど。うわ、まだはめないといけないじゃん、これ。グランマ。うわ、これ楽しい。え、俺これ普通に欲しいんだけど。おしゃれじゃない、これ。これどっか絶対また作った方がいいよ。今の若い子絶対こういうの好きだって。こういう手間暇。いや、もうちょいちっちゃめできるって。勝手に動いてんだけど。通じてんねや。おお、やばいやばい、暴れてる暴れてる。大丈夫そう。あ、コインあんじゃない。 NothingThank you.
お邪魔しまーす。おじいさんの事務所。わお、わお。わかりません。あ、覚えてるよ。4に左に8だっけ。覚えてるよ俺。トイレのとこにあったやつだよね。4で左の8だよね。1、2、3、4。あ、違う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 。スモッカモカ。え、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8。どうだ。え、4じゃなかったっけ。 6？6 に左に8か。おい、視聴者の方が天才。なんかもうリスナーと俺の記憶力勝負になってきてる。巻き戻せないからさ、設定で2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、8。どう？ No。 あ、こっちか？こっちじゃない？こっちじゃない？ 2 個あると思うなんだ。こういうやつってさ、あのさ、マンションのタイプもそうじゃん。マンションのさ、あの郵便物もさ、あの左に、あ、でもあれ数字か。一回右に6にやったら、もう一回てっぺんに戻って、そっから8なんかな。多分そういうことだよね。違うじゃん。いや違うよ、数字書いてあるからな。うー、組み合わせが必要な場合はどこで見つけるか知っています。言うと10、13、25、38、43関係ないもんね。勝手に閉まんのやめて。でメモに時計の10時スタートでます。あー、なるほどね。じゃあもう左に8でいっか。はあ、いや分かんねえな。それか10時のやつ探すんかな。時計結構あったじゃん。これ結構推理ゲームだね。8は8時言われてもね。パスカル・マークスウェブ33歳、同い年。同い年見ない、大人っぽいね。いやいや、いたっけ？いたっけ？あなた。いなかったよね。ねえ。もう。むちゃんちゃん。ツンツン。え、閉まってんの？
俺若くないよ、もうおっさんよ、俺もう年相応の顔よ。とりあえず絵をちょっと飾るか。でもう一回あのメモ見るか。あと、ん、いや、う、う、ん、うん、うん、うん、こっちじゃないっすね、こっちっすね。うん、こっちだ。はいはいはい。あと四角だね。このムーンボックスとかどう使うんだろうな。六角形の絵がまだ見つけてないですね。もう一回見ますか。組み合わせ右、八左。通じじゃなかったね。組み合わせ右。八左。これ消されてんのかな。よく見たら、あ、消されてるわ。右に何ってことか、これ。右に何の右がないんで今。右が10じゃない？右が10の8左じゃない？はい。はい。だね。はい。いやいや、ポルタガイストかい。おお、暗くなるやん。組み合わせが必要な場合はどこで見つけるか知っています。組み合わせなんだよな。まあとりあえず右に10と左に8続けるしかない。なんだろうね、右引き出し開かないかな。引き出しですか。あ、本当だ。本当引き出しあったんだ。ジョセフ・アブラハム・ラクストール。私はルーンカードやタロットカードを読み、霊界で過去に愛した人たちとつながっています。タロットとルーンによる指示、明確ガイダンス。私の電話番号は 212-5654-8451 に。皆さんダメですよ、電話しちゃダメですよ。ダメですよ。海外電話ですよ、これ。アロって電話来る。アロ、お金かかるからね、みんな気をつけてね。
またいるよ。お。Grandpa never got over her death. びっくりした。おちょいちょいなんか点々なるやん。それを言いたかったのかこの映写機は。まだ分からん。まだ分かんないね。これ何の影なんだろうな。噂来ないね。テレビの横のドアの入ってからすぐに落ちるアイテム見ましたか？テレビの横のドア入ってからすぐ？ああ、ここの扉のとこか。これ、見てないですね。ああ、あったんだ。じゃあこれ流してくるか。どこだっけ？ビデオテープのところ。うん、テレビの横にあったアイテム。反面とな。ここや。拾えないんよね。あっか。Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body.Mind and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives.Victims of these wicked possessions. いやマジわかんないね言ってること。A departure of sorts, an astral transportation, for lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time, perhaps even in a different dimension altogether. It's madness.It's unclear whether these transportations occur inside the mind, or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? I'm losing my mind. いや、わからんでしょ。俺もわかんないからもう。何言ってんのって感じ。一回しまいたいな。ここら辺もしまっていいっしょ。一回ちょっと使わなそう系は全部あれしちゃうよ。もうこんぐらいか。オッケーオッケーオッケー。
だってこんなに日本人って日本人全員わかんないってだから無理だよ。それぞれ教育とや環境が違った人間が集まってんのにさ、それが全員わかんないって言ってんだもん。無理だよ。セロリじゃん。なんかだんだんみんな例え方が石黒になってきてんな。悪影響だな俺の配信。大丈夫そう？わからんこれ。銃だよな。コンビネーションズ。If you were need the combination, you're no way. これだよな、組み合わせが必要だ。え？ Find it. スキの缶だと開けられないんだもん。あー、道具なあるっけ？ハンマーであの屋根裏の木の板を開ける？ハンマーで試しないよね、確かに。いや、10時にはしないけ、多分。もう10時の時計見つけるしかないけ、これは。俺結構大事？鍵の110番使ったことないですね。ありますか？ティティリティティティリー。いやー、使用しないか。これがなー、ワンチャンあるかなと思ったんだけど。ここの扉、おー、またいた。元気？全然わからないよね。片方の金庫を十字一にすると別の金庫が開くとか。だって固定なんないよ毎回。戻るたんびに上に戻されるから、それはないんじゃないかな。組み合わせっていうことは大事だよね。でこのメモがそれなんだっけ。これは開かないのかな。この鍵はいつ使うんだろうな。右。赤い金庫と緑の金庫。赤い金庫と緑の金庫。行ってみたかった。4を消してるっぽい。いや、俺もそう思う。なんか4っぽいよね。でも4か？そんな単純か、あれ。声に出して笑った。なんかママさんたちって単純なの好きだよね。マジで真面目に。キープとかないもんね。戻っちゃうもん。次は映写機のとこ。遮影機。遮影機っていうの。へえ。
これ目に悪いな。めっちゃ目に悪い。いやーダメだね、目悪いわ。ちょっ出っ歯になっちゃうよ、もうまずまず出ちゃう。これどういうストーリーですか。おー、どういうストーリー。今俺たちもそれ頑張って探してんだよ。43歳の女性がなんか大聖堂でパーティーピーポーされてるっていうところまで今みんなで把握されて把握してる。でたまに出てくるなんか全身白い男が蝶々を襲ってきてて、俺はそのためにビビってるって感じ。おおいつの間にいんだよおい。いつの間に。もうあれじゃないこれ。おこれほらほら、持ってるおさえなんかない。ありますか。でもいなくなっちゃった。あ、ここで撮るんだ。なるほど。あ、出てきた。わーし、これは、お、おい、脅かすやんか、女神。脅かすやん。あのタイミングでね、シャッターチャンスなんだね。でも本当に。シネマキッシンさんみたいにタイミング考えなダメなんだね、やっぱり。なんで回ってんの。上だっけ、あのメダル。メダルどこだっけ。上だっけ。あ、ここだっけ。あ、あ、ん、ん、は、ん、ま、ん、え、え、あ、あれだ、お部屋だ、お部屋。思い出した。あ、動いた動いた。オッケー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 。進んでるねー。パカッと。あ、確かに秘密の部屋だ。オッケーオッケー、ダストゲット。フィロメナ・マックスウェル、68歳。こんにちは。おっと、ここも悪系だな。写真撮る。最初のやつのドアノブを上げ、もう一回も撮れるのかな。あの一番スタート位置につけた、はめた。あ、え、開かないんだけど。え、え、ほんまはさっきの射影機の写真をフリフリしたら惑星のジューンが出てるって、それで合わせる感じだったんですよ。あ、そうなの。じゃあ俺すごいんだこれ、当てたの。
すごいみたい、皆さん。俺当てたの。え、でも水でしょ、で金星でしょ、地下木土天海だよ。こんなの見ればわかるじゃんね。だってこれ地球でしょ、これ火星でしょ、もうこの並びの時点でもうわかるじゃん。水で水金見なくても地下木でこれ土星でのもわかるでしょ。でここはもういるの。こんなんもうだって小学生でもわかるよ、こんなの。なおやん、幼稚園の入試問題だよこれ。幼稚園の慶応義塾大学の幼稚者がこれやる問題よ、なおやん。あ、またいた、なんなん。お、またいた。なんなん。お、いなくなってるんだけど。もう開いた？大丈夫そう？いや、言ってないんだけど。うわ、薬ばっかりだな。やめな、薬に頼んの。ちょっとでいいんだよ。食材だよ、食材。睡眠と食材。またいる。開かないんだよね。見ろってとこに移動してる。嘘。そんなにメンヘラ、この子。一番めんどくさいタイプじゃないですか。いや、多分俺わかんないんだけど。言わないで何こう、立ってんのこうやって。いや、マジ言ってくれ、マジで。もういなくなってるって、また。言ってくれ、マジで。本当にはっきり言ってほしい。ジャパンキーやめて。それもうハンドルついてますよ。あ、嘘、マジ？あ、ついてるよ。おしぼり？おしぼりじゃない？あ、ろうそくか。おじいさんがおばあさん声出てきてる。Is that blood? Brat? Wow. He's Brat. きれいだね、おばあちゃんね。写真でこのクオリティってことはよっぽどだよね。うん。きれいだな。おしぼりだと思わなかった。あれ、開く？もう開くでしょ。ああ、痛い痛い。 OK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  です。よし、これはめに行こう。よしよしよし、進んだ進んだ。え、待って待って待って、誰？マジ無理だよ俺。やばいって、バケモールって。走るよもう俺。
はめたけど。どうしたらいいの？写真？撮んの？撮んないよ。これ？なんだろうね。わかんねえや。壁の文字や数字関係あんのか。なかったら逆にホラーじゃない？壁の数字、絵画に関する数字をあらゆる方法で答えにするんです。あ、僕そういう数学本当ごめんなさい、無理です。 NG です。僕無理です。めんご道しるべ来た。 Go away 生まれた目を背中に Go away 風に目をめかせて Go away。オレンジレンジまた流行ってるらしいよ、若い子に。流行ってるらしいぜ。そんな言ってもな、10、13、25、38、43、何すんだろう。突然歌い出すって、だって道しるべっつったから、道しるべ歌ったの。なー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 、心躍るとかキリキリ舞が流行ってるらしい。あ、こんなんありましたね。グジだ。でも時計動かせないかな。心躍るいいけどさ、みんなで歌わないと、一人歌うとあれもう酸欠で終わるんだよ。でもなんか直哉の言ってたように、その数字とかあらゆる方法で導き出すって言われてもね。お、最初に戻ってきたって。懐かしいね、もうここね。卒業したばかりの高校1年生の人が中学校に来て、うわ懐かしいって言ってる時と同じ気持ち、今。まだ1年経ってないのに、うわ懐かしい。壁の奥にあった数字がヒント。 43、 もうわかるよね。気づけよみんな、この数字がどういうふうにみんなに関係してるか、もうわかるよ。
なんで43なのか。2022年、これから転換期に変わる地球、日本人もその中で関係してるからね。気づけよ。もうわかるよね。ほら見て、カメラマンさん、ここ、もうわかるでしょ。もうね、出ちゃってるよね、答えが。ほら、43って出てるんだよ。もうわかる。僕もう言わなくていいでしょ、僕。うん、わかんねえよ、わかんねえよ。もうわかんないって、マジで。43歳ってさ、もう43ぐらいになったら、もう人間みんな余生だなって思っちゃうよね。よし、余生の準備だとか思っちゃうね。男も何歳？9あ、5だ。あ、何？え、足し算？33。56。うわ、68。うわ、わかんない。わかったふりで言うのいいね。うそ、マジでわかんない。わかんない。つながってる風。そしてカメラ数じゃ、カメラ風 43。 はっ、奇数、奇数、奇数、33。56。68。そこじゃない。あ、この裏の数字、はいはいはい。一回拾おうか。はい、10。はい、5と10です。はい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 。湯浅来てるよ。あ、俺が湯浅してほしいの。やかましいわ。25。8。あるけど、どこの写真か分かんないもん。撮り直さないと。38。56歳。20、13。68。この足し算がヒントってこと？38、13、51みたいな。あ、わかった。43にすりゃいいのか。なるほど。いや、多分43にすりゃいいんじゃない。ほら、
こうなったら51になっちゃうよと。そうだから、この後ろのこの数字と合うのをくっつけろよと、43にしろよっていう、そういうことなんで、回収しまーす。え ?33 なくない？10歳の写真だよ、あれ。え、でも 68? 引き算でもいいのこれ。あ、そうだよ、もう10と33でここだ。あ、皆さん分かりましたか？非常に、難しいことでした。10、ここにこの33の絵はめてみましょう。ここですね、ここに彼の写真を貼ります。そして写真を撮ります。もう分かりますか？そうです、何も反応しません。おい、反応しねえじゃん。じゃあ、なんだよ、51にすりゃいいの？43にするんじゃないの？あ、お、これ分かった。もうこのままでいいよ。でも他もはめれば、でここがインタクト38、5歳の写真だ。はい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 、これで43で、この六角形が13ってことは、56歳でしょ。あ、引き算でもいいんだね。だからこれ引き算だと43ってことか。で、さっきのとこにはめれば動いた。音変わった。怖い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 、びっくりした。いや、今、いや、人がいた、いないよ、いないけど、あの幽霊が見えたから。びっくりした。お、開いた。リアルな方がいたから今びっくりしたと思って。おい、開いたぜ。おお、怖い怖い怖い、これ怖いよ。何もありませんよ。いや、ほんとよ、こういうのやるとやっぱ寄ってくるから。うん、これか、これで明かりを。え、でも今どんぐらい？ 2 時間27分 OK! じゃあ俺今日ここまでするわ。次回、明日かな、ちょっとここまでにしよう。今日終了、ちょっとずつやろう、一気にやったらあれだし。これセーブしなくていいの？
セーブとかないの？終了したら続きあんのかな？いや、この後 DVD やりますよ。セーブされたってこと？あ、OK です。いっちゃん誘ってみよう。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。顔出し配信久しぶりでしたね。1ヶ月以上ぶりでございます。スーパーチャット、チャンネル登録、高評価、皆さんありがとうございます。また次回のマディソンもお楽しみに。お疲れ様でした。またねー。